こんにちは。今日はですね、300円ショップに行ってきました。今回行った300円ショップはなんと皆さんがよく知っている100円ショップのダイソーがやっている300円ショップなんです。そのお店がこちら、スリーピーというお店です。これがね、なんと日本で1個しか店舗がなくて、神奈川県の座間市というところのイオンモール座間っていうところにあるんですよ。今年の3月にオープンして、ずーっと気になってて、いつ行こういつ行こうってなって、やっとね2時間かけて行ってきました。お店の様子はこんな感じだったんですけど、すごい可愛いものも多くて、全国にできたらなと思います。じゃあ早速紹介していきます。まず1個目はこちら。ポーチは 14cm×14cm×、ここが 2cm の幅の、すごいね、なんかふわふわしてるね、柔らかい素材なんですよ。なんかこんな感じで、いつもパソコンで使うようなもの、壊れやすそうなものを入れておこうかなと思って、すごいふかふかなんでね、使えると思います。2個目がこちら。これは食器ですね。100均は食器をね、自分で包むと思うんですけど、新聞紙に。このスリーピーは店員さんが包んでくれました。じゃーん、メイソンジャー風プレートということで、こう1枚それぞれね300円です。超可愛くない？食器洗い機、レンジ、熱湯に対応してます。そしてお皿系続いていきたいと思います。こちらめっちゃ可愛くない？食器洗い機と熱湯だけ対応してます。やっぱケーキプレートって書いてあったので、自分で作ったケーキとかね、乗せたいなと思って、最近料理やってるので買ってきました。でこれでやっぱケーキといえばティータイムじゃないですか。お揃いのがあったんですよ。じゃーん、ハロー、ラブトゥイート。食器ではないけど食べ物に使えるものをね、もう2つあります。それがね、こちらです。じゃーん、超おしゃれじゃない？こんな感じでトーストとかサラダとか、もうちょっとこの上にお皿乗せてもいいしみたいな、めっちゃおしゃれなさ、カフェで出てくるような感じ。なんかいろいろ一人で行くのも慣れてきたんですけど、でもやっぱりすごいおしゃれなカフェだとちょっと入りづらかったりするので、最近もう家でインスタ映えしようと思って。でこのちっちゃいタイプもあります。これは例として載ってるのはお寿司ですね。超高級のお寿司みたいなね感じじゃないですか。まあ、これ別にお寿司じゃなくてもいいと思うんですけど、はい。続いてがこちら。斬新なアイディアだったのですごいと思って買ってみようと思って買ったんだけど、見てこんな感じの紙の匂いがしますね。かわいいね、クマさんとか書いてあって、こんなね袋なんですけど、中はこういう風になって、こんなね宅配便の袋みたいになるんですけど、こんな感じで折り返して収納袋にできるっぽいです。用途としては収納袋、ゴミ箱、インテリアなど様々な用途に使用できるっていうことです。なんかこのままゴミを捨てちゃってもいいんだって。もうこんなねおしゃれなデザインなので、お部屋のところにゴミ箱として置いといてもインテリアっぽくなるよみたいな。すごいねこれ。そして最後がこちらです。じゃーん、このお店は私的にアクセサリーがすごい充実してるなと思ってたくさん買ってきました。まず1個目がこちら。じゃん、猫ちゃんとお花柄。これね、いいところがね、プラスチックなんですよ。こんな感じとこんな感じ。これちょっとね長めのジャリジャリーンとしたものね、こんな感じです。ということで今回買ってきたものは以上です。もちろんダイソーでも十分可愛いものもあるんですけど、さらになんかクオリティが上がってるなと思いました。
私的にはやっぱり食器とアクセサリーのコーナーが充実してるかなと思います。今回紹介したもの以外にもエプロンとかだったり、なんか収納のボックスとかいろんなものがありました。ぜひ全国にできたらなと思います。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので、ぜひぜひ概要欄の方からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。